こちら日用品、そして食品が並んでいます。ガムのボトルなんですが、持ってみるとちょっと重いんです。容器がステンレス製なんです。こうした繰り返し使える容器を使ってゴミを減らしていこうというのが今回の取り組みなんです。海外でも展開されている使い捨てプラスチックの削減を目指す商品販売の仕組み、ループ。中四国地方では初めての導入です。来店されるお客様に気軽に参加いただけるようにし、使い捨てから繰り返し使うリユースのライフスタイルへの関心が高まるきっかけになればと願っております。対象となるのは20の商品で、容器にはステンレスやガラスなど耐久性の高い素材が使われています。商品を使い終わったらシールを貼ってスマートフォンの専用アプリで読み込み、返却すると容器代が返金される仕組みです。例えばこちらの飲み物は248円ですが、瓶を返却すると77円が戻ってきます。容器は工場で洗い、新たな商品が詰められて再び店頭に並びます。ゴミを出さないループ、イオンでは今後取扱い商品や店舗を増やしていく方針です。